皆さんこんにちは。今日も相変わらずフィリピンのパラワン島プエルトプリンセサからお送りしています。今2023年5月のもう終わりになってきて、完全に雨季に入ったように思います。今は晴れてるんですけど、午前中は晴れててもね、午後から天気が崩れることがね非常に多くなってます。で、今日はですね、だいぶ以前から出会い系サイトっていうのが花盛りなようで、そこであった事件のようなことをね、そういうのを経験したというからのメールが来ていまして、ちょっとね注意喚起も含めてその方の経験をねちょっと話していきたいと思います。具体的な、ね、あの名称が随分出ていたんで、メール全文は読みませんが、内容を言いますと、59歳、今はね、独身の男性です。日本人の奥様とも離婚されてるって方で、ここ数年間年に4回マニラにね、遊びに来ていた。まあ、夜遊びをしに来てたってことなんですね。で、今回、お会いになった女性というのが、ちょっと前ですね、5月のゴールデンウィークの時に、マニラに遊びに来て、会ったお相手なんですけど、出会い系サイトで知り合って2ヶ月間やり取りをしていた相手なんですって。で、ホテルで会った後に、ホテルの入り口ですね、で会った後に日本食を2人で食べに行って、それからホテルに戻り、まあことをしたわけですね。まあセックスをしたわけです。しかし、あまり楽しくなかったので、用事ができたと言って帰ってもらうことにしたって言うんですよ。誰かに会うとかなんでふりをしたのかな。で、その時に、来てもらったからって言って、一応交通費ということで2000ペソを渡したんですって。で、女の子が怒ったわけですね。その2000ペソをもらって、足りないと言われて、それで口論になったって言うんです。で、もともとね、そういう、二ヶ月のやり取りだから、その彼女になるとかそういうやり取りをしてたと思うんだけど、口論の末2000ペソ以上渡さなかったら、その彼女が顔や頭を自分で壁に打ち付けたって言うんですね。まあ傷を作ったわけですね。で、その後で一人で部屋から出て行ってエレベーターに乗ってホテルのフロントで暴力を振るわれたと訴えたんですって、フロントで。で、もちろん警察沙汰になりますよね。しかし、騒ぎにしたくないホテルスタッフが彼女を伴って部屋に戻ってきたっていうことなんです。まあ警察が来てどうのこうのってなると、やっぱりホテル側としても困るってことなんでしょうかね。で、ホテルスタッフと部屋に戻ってきた時の彼女はもう泣いているっていうことなんです。で、まあどうするかってことをね、ホテルスタッフが中に立って聞いていくと、彼女はとりあえずこういう暴力を振るわれたんで、多分傷だらけとか、ね、血でも出てたのかな。10万ペソをね、要求されたんですって。で、まあ、ホテルスタッフが、まあ、その交渉をね、続けてもらって、その時にこのメールいただいた方が手持ちであった4万5千ペソを渡して引き取ってもらったっていうことなんですね。こんなこともあるんですよね。まあ、なんていうのかな、その、夜の商売してる子なんかでも、いわばね、LA カフェにいるような子なんかでも、随分、出会い系サイトでお客さんを見つけたりしてるってことなんで、2000ペソを払って帰ってもらおうとしたら、でもこの子にしてみれば、2ヶ月間そのお客さんを捕まえておくために、やり取りをしてて2000ペソで追い払われるっていうことで、どこから来たのか分かんないですけどね。だから交通費もいくら使ってきたのか分かんないけれど、その彼女にしてみれば2ヶ月間の努力が2000ペソかよっていうんで怒っちゃったってことなのかな。ねえ、驚いたでしょうね。自分で顔や頭を壁に打ち付け、まあ殴られたような状況を作ったわけですね。まあ皆さん驚いたと思います。この方もホテルのスタッフも驚いたと思いますけど、実際にね、それ警察を呼んでって言ったら、まあ、
まあ、もっとね、高額になってたのかな。悪い警察官が来たりすると、まあ、大変なことになりますからね。で、まして、この女の子が警察官とグルだったなんていうことになると、もっと大変なことになりますよね。まあね、こういう経験をしたんで、皆さんお気をつけくださいってことでね、メールをもらいました。怖いですよね。だから、なんだろうな。その彼女になるのどうのって言ってたら、会った初日にね、ホテルの部屋に連れてってどうのこうのというのも、普通の子だったらちょっとどうなのかなって感じですけどね。で、最初からそうやってね、やるのが目当てだったんだったら、その、もちろんね、フィリピンはもちろん売春というのは禁止ですけれども、でも、この方がね、2、4回もマニラにね、来てた、何泊してたのか知らないですけど、大体そういうのが目当てだったわけですよね。2ヶ月やり取りしても、結局、ね、実際にやったら楽しくなかったからって帰ってもらうっていうことを、はっきり言わせてもらえば自業自得なんだけど、まあこういう怖い女の子もいるってことですよね。10万ペソを要求されたってところが、なんとなく10万ペソ、日本円で25万円ぐらいか、なんとなく持ってるかなって、そのぐらいの額かな。半分になってもね、半分近かったのは結局4万5千ペソを渡したってことなんで、日本円で言うとね、11万ちょっとぐらい。まあ、この女の子にしてみれば、2ヶ月間の努力が4万5千ペソだったってことなのかな。まあ、これに懲りずに、懲りずにまたやって、また同じ目に会う人もいんのかな。結構こういうことって多いんじゃないのかな。どうなんだろう。で、僕この出会い系とかってやったことないからわかんないけど、だ本当にね、いわば素人の子が外国人と出会ってどうのこうの。でも外国人っていうのをターゲットにすること自体が、普通のローカルのフィリピン人の女の子って外国人って嫌がりますからね。だから外国人イコールお金って部分がどうしてもついて回るんで、ぶっちゃけ2000ペソ渡して、少ないって言われたら、いくら必要なのぐらい優しく聞いてあげればね、2000ペソ以上渡さなかったって言うんだけど、まあでもあんまりね、こう、なんだろう、そういうね、まあ、体を売ってる女の子たちも必要に迫られてっていうか、まあ、生活かかっているっていうのはわかるんだけれども、気をつけてください。でも本当にこれでね、ホテルのスタッフがちゃんと中に立ってくれたっていうのが良かったんじゃないのかな。女の子は多分ね、警察呼んでとかそういうことを言ったと思うんだけれども、どこのね、ホテルかっていうのがちょっと書いてないんだけど、マニラのマラテエリアのホテルでして、まさかね、そのフロントマンまでね、グルだったとは、ちょっと僕は思わないんだけれども、まあ、警察呼んでどうのこうの、警察沙汰にならなくてよかったですね、とか、僕は言えないですね。もしね、こんな風にして、出会い系であったり、もうその、セックスが目的で、その、会いたいって言うんだったら、最初に、おすすめしてないですけどね、いくらいるのとか聞いときゃ揉めないんじゃないの。でも2ヶ月間もやり取りしてるんでしょ？暇ですね。って思っちゃうな。だってね、マニラあたり行けばそういうハルを売ってる女の子がいる場所がたくさんあるし、それだけが目的だったらそういうとこでいいんじゃないのと思っちゃうけど、まあいろいろとこう妄想があるのかな。前にもね、この出会い系で会って、まあ彼女になるなんて言ってね、実家に行ったとかそういう人のことも動画で紹介したことがありますけれども、まあ結局外国人とその出会い系で知り合いたいってことイコール、まあ、フィリピン人よりそういう子たちが出会えるであろうフィリピン人たちよりも
お金があるだろうなっていうのが元になってるんで、揉めたくなかったらケチケチしない。まあね、本当にね、いい彼女を見つけて、そうやって。いや、わかりますよ。お金で割り切ってっていうのも。だけど結局、この人だって2000ペソしか払いたくないって言うんで、揉めたわけでしょ？うん。まあね、出会い系やってる人たくさんいると思うけれども、皆さんお気をつけください。こんな事件もね、起きているということですよね。多分、この方だけじゃないと思う。やっぱり外国人が暴力を振るうと大変なことになるっていうのも彼女たちは分かってると思いますんで、ちょっとコメントしにくいな。皆さんお気をつけください。今日この辺で失礼します。